さてこのプログラムでは毎週美空さんのお友達をゲストにお迎えしております。何しろ20年の芸能生活でございますから非常に幅広い交際範囲、そして数多くのいいお友達をお持ちなわけですけれど、今日のお客様はどういうお友達ですか？今日はね、はい、日本女性をね代表する美女がね2人来てくださってんです。まずその2人に出ていただきましょう。日本を代表する美女、中村メイコさんとエリチエミさんでございます。とっても古いお友達だそうですね。でもね、今せっかく日本を代表するね、うん、美女っておっしゃってくださったオーケストラの方がプッてね何人かとってもこらえかねて ねお笑い、それが気に入らない。いや、しかしあのファンファーレには実感がありました。おめでとうございます。本当におめでとうございました。これは心からよ。ようこそお運びくださいました。そもそもの馴れ初めは、馴れ初めっていうと男と女みたいですけれど、どういうきっかけでお友達におなりになったどういうきっかけって、やっぱり私がデビューした時にはもう和江ちゃんはさ、はい、スターであったでしょ。その時にご挨拶に行ったり、うん、でやっぱり三人娘の映画があったり、でそれからあとはちょっとこんなようなことでもお世話になったり、こんなようなこと麻雀ね。さあどうかな。怖い先輩だったわけですね最初は。そう、会うまでは怖い先輩ですけど、会ってみたらねもうとっても柔らかい先輩柔らかい先輩、うん、中村さんはどういうお付き合いですか？はい、なんて言ったらいいのかしら、割合とね、はい、お目にかかったのは古いんですけどね、とってもこういうこと言うと信じてくださらないんですけどね、二人ともすごい照れくさやなんです。本当はこれは本当に信じられません。皆さん信じてくださいね。何もそうよ、本人だけがとても信じ合ってる。ほうほう。それで旦那って言うとちょっと柄が、主人がはい、こう助けて。普段はそういう調子でお話になってるわけ、うちの旦那がなんて。そうですね、大体はこちら様にもこちら様にも主人の曲を歌っ、とっても素敵に歌っていただいてる。そうですね、はい、今度また新しい曲ができたそうですね、はい、喜びの日の涙、あれも神津さんと中村芽衣子さんコンビの作品ですね。すごく素敵な曲、ね、曲です。泣ける歌ね。そうですか。この歌も後で聴かせていただくことになっておりますけれど、はい、まあ普段そのこういう関係のお友達で旦那なんていう言葉遣いで喋ってらっしゃる間柄だそうですから、特に改まっておかしいかもしれませんけれど、まあこの際一つお祝いの意味で美空さんに贈る言葉というのを聞かせていただきます。お姉さんから言ってね、年上からね。そう、なんかとってもね、ひばりさんって方は偉い方だから、それでみんなもとっても尊敬しちゃうから、いつもファンの皆様のために私なんて済ましてなきゃならないみたいになっちゃったと思う、ええ、でこの方ちょっと壊れた時もとっても素敵なんですダメな人になっちゃってる時ちょっと壊れたっていうのはつまり、お酒がほどほどに行ったりね、とてもママにだだっこ言ってたりね、普段ぼそっと人おうちでレーサー見なんてした時もとても素敵なんです。お二人ともすごくモノマネ上手でしょう。美空さんの酔いっぷりってちょっとどんな風だか、ほんのちょっとこれはやっぱり親友として言えないわねえさプライバシーですいいわよ、やってみろいとこうなるね、ぬろいとこうなっちゃうのね、ベランベになっちゃう、今許可が出たからやったけど絶対ダメ。本当に賑やかな妹に挟まれましてね、私はもう身も細る。俺はもう3人で召し上がったらさぞやかしましいでしょうね。本当旦那はねどっか行っちゃうわね。最初はいるんでちゃんと仲間に、そのうち3人だけになっちゃうのね、なぜか。美空さんね、お3人の中でどなたが一番よく召し上がる？そりゃそりゃこの人にはもうかなわよ。すごいの。飲んで、大変だ。いや、すぐ出来上がるっていうことでは私かもわかんないわね。強いのはこちらです。私が一番もう一番初めにパーッと顔に出しちゃったり言葉に出したりするだけ。飲むほどに酔うほどにどんなお話をなさる？どんなお話？そうね。最後はやっぱり男性の話でね。そうですね。でも貴さんはもしかしたら酔っ払って覚えてないのかもわかんないけど、一番最後は仕事の話よ。そりゃそうだけども、だからさ、貴さん今度これやからさ、もうだろうなんつって仕事の話ばっかりよ。そう、ちょっぴり真面目ムードで言うならばそれが一番素敵なとこですね。そうですね。みんなでかなりねダメになって、それこそ壊れて遊んでてもね、最後はね、じゃあちょっとピアノ弾いてください、もう一回私練習しますなんて千鳥足でもちゃんと練習しちゃう。どうなってんの今日。こんな偉い方がね、私あんなにね
名付けの言葉がこうなっちゃったわけで、そういう間柄だこそ、間柄だからこそ、あの割に言いたいこと何でも忠告、他の人なんか言えないようなことでも、とってもいい友達ですよ。いろんな意味でいろんなね、雑誌で言われてるような友達じゃないわね。なるほどね、白髪になるまで仲良くいらしてください。ところであのせっかくいらしたんですから何か、はい、何歌うの、ね、私ね絶対これ歌ってよ。もう決めちゃうから、もう鼻向けは言わせてくれないわけね。一言でそれで一言でね、追っかけても追っかけても追いつかない先輩だから、今後も大いに追っかけたいってこういうふうに言いたいと思ったんだけど、でも考えてきたか言わせて、本当に一生懸命追っかけてください、ね、その追っかけてる あ、ね、はい、あれ歌ってスワにちょっとチャイナックでさ、ね、で美空さんのお返しは私はね、あの野崎コーターって一番儲かんの私ね、聞いてればいいのね。わいや、さっきのモノマネ結構でした。ご一緒に伺います。I've been away from you a long time. I've never thought I'd miss you so. Somehow I feel your love is within you. I wanna be the birds are singing in the sunshine, the banjo's drumming soft and low. I know that you, young bony Swanee, you're calling me Swanee. How I loved you, how I loved you, my dear. Among the folks, yes, I even know my mammy's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks I've known will see me no more when I get to the Swanee shore. Swanee, Swanee, I'm coming back to Swanee. Mammy, mammy, I love the old folks at home. I love Joe Swanee. How I love you, how I love you, my dear. I give the world to beat among the foxes. Yeah, yes, I even know my